かったです。はい、ということで今回はですね、雑談動画でございます。皆さん大好きですよね、雑談動画。そう、雑談動画が好評だと聞いたので、ちょっと今回も雑談動画でございます。で、普通に雑談をするだけじゃなくて、今回は、TikTok でちょっと質問ありますかっていうのを書いて答える的な感じの雑談でございます。それではレッツゴー。ということで早速ね、 TikTok で質問を募集します。では今から TikTok 撮ります。はい、ということで、今ね TikTok を投稿したのでコメントを来るの待ちたいと思います。ちょっと今日やばいよね、花粉。ちょっと見ていただけると分かるんですけど、目が花粉症なんですよ今。ずっとねこうやってもうええやろぐらい書いてた、ね、目なくなるんちゃうかっていう、ね、本当よ。じゃあそろそろちょっと ね、たくさん来てますね。じゃあまず一つ目、明日卒業式おめでとうございます。これからも辛いこととかあると思うけど一緒に頑張ろう。次は何組になりたい？すごい質問。次は何組になりたい？だってずっと5組5組ってきてるじゃん。そうそうそう、思った。5組がいいです。そう、5組5組で来てるし、名簿番号も一緒なんですよ、ずっと。なんかいいよね、3年間5組だったみたいな。いいくない？3年生での目標、ですね、勉強ですね。韓国のひなちゃす一言言ってほしい。さらへよ。韓国に行きたいです。まあ今この紅葉時期なので、まあ、行けないんですけど、死ぬまでには一回絶対に韓国に行きたいです。この前韓国のファンの方に日本で会って、日本で会って韓国のファンなんですっていう女の子が声をかけてくれくださったんですけど、それがもうめちゃめちゃ嬉しくてめっちゃ印象的です。ありがとうございます。だからね、もっと韓国のファンのみんなに会ってみたいなって思いました。ひなの服めっちゃお気に入り、ありがとう。ではでは次、 TikTok は今下書き何個くらいあるのかな。1729。ちょっと待って、だって3年間貯めてきたもの全部です。なんだろう、写真を撮るっていう気分で撮った TikTok。 なるほど。でもさ、そんだけあってさ全然出さないじゃん。やっぱりこだわりが強いので、うん、あとなんか何回も撮って、うん、その中から選ぶっていうことも結構やってるので、多分それでどんどん溜まっていったんじゃないかなって思います。あと友達となんか撮って思い出みたいな感じで撮ったりするっていうのも結構あるので、多分それで溜まってるんじゃないかなって思います。今ハマってることはお菓子食べることと、あとはまあやっぱり変わらずゲームですね。で最近ハマってるゲームが Apex っていうやつです。みんなもやってみてね。なんかおすすめのアイシャドウとかメイクとかっていうの多いかなって感じ。アイシャドウは一つ目、ちょごめんなさい暗くなっちゃうんですけど、こちらクリアのプライバレット01番シンプリピンクです。これ多分知ってる人多いんじゃないですかね。ラメも細かいラメで、なんか本当にチュルチュルな目にさせてくれるので、これはもうずーっと欲しかったやつで、ご褒美でもらいました。ジェルスチュアートエターナルクチュールアイズベルベット01番でございます。これなんかね、本当にすごいんですよ。やっぱりなんか違うなって思うのがある。すごいなんか滑らかってきめ細かい感じの、普通のアイシャドウとは本当にわけが違う。はい、ひーちゃん、ひーちゃん、
ジャイアンツケボー一筋ですかって来てるけど、それ最近食べてないじゃん。ちょっと一つずつ言えるかわからないけど、まあそうですね、まあ、めちゃめちゃ好きではあるんですけど、最近ね食べれてないよね。なんかでもヤンヤンつけ棒をゲットしにくいんですよ、まあ、あったらもちろん食べまくるんですけど、最近食べれてないですね。ピアス開けたい。ああね、ピアスはもちろん開きたいです。だってさ、幅が広がるじゃん。ピアスだけしかない可愛いね、アクセサリーとかあると思うから、それでなんか憧れる面はあります。あのブラックピンクのリニちゃんが開けてるところなんか TikTok で載ってて、そのブラックピンクのメンバーのピアス開けてる部分みたいな、それでちょっとなんか一緒にしたいなっていう、好きすぎて一緒のところ開けたいなっていうのがあります。ここでちゃんから来てる。今何でもできるとしたら何がしたいですか。すずちゃんとここねちゃんに会いたいです。ディズニーかユニバどっち派。ディズニーかユニバ。おい、パパのいびきが聞こえるぞおい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 、すいません、うるさかったよ。ディズニーかユニバどっち派。でもこの前、もともとディズニー派だったんですけど、この前ユニバ行ってちょっとユニバも好きになっちゃったりなっちゃったりしちゃったり。どっちも好き。カラコンし始めたのいつ。カラコンいつだっけ。中1、13歳の時ですね。私目がちっちゃいのがコンプレックスなんですけど、それでなんかこのカラコンっていうものがあるんだっていうのを知って、それでなんか目がめっちゃでかくなるっていうのを聞いたので、最初すんごい宇宙人みたいになるような黒いカラコンを買ったんですよ。でもその時は本当に目が大きく見えて、めっちゃいいって思ってたんですけど、今思えばちょっと、いや宇宙人だよみたいな感じ、宇宙人に見えちゃうよっていう感じ。初恋は、お恋愛系いきました。初恋は、いつだろういつだろう。あ、でも保育園かも、5歳とかです。 LINE とピン止めは何人前まで、今は多分10人ぐらいなんですけど、前まで全員その理由が、あの公式 LINE とかあるじゃないですか、それがあの上に来ないように全員にしてたんですけど、友達にめっちゃ笑われたのってなんかちょっと恥ずかしくて、めちゃめちゃよく話すっていう子だけピン止めしています。ひなの買ってくれた人に一言。本当にこうしてブランドを立ち上げられたことが、まずファンのみんなのおかげでもあると思います。なので本当に私がすごく夢だった自分で作ったお洋服を、おしゃれとかをみんなに届けたいっていう思いがあったので、その夢が叶えられてとても嬉しいです。あとみんながね、とても可愛いとか着てみたいとか、いろいろ本当に嬉しい言葉をもらえてめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございますママと喧嘩するまたある。喧嘩すること。喧嘩はないね。いや、あるでしょ。喧嘩ではないか、私の態度が悪くてママに怒られることはよくある。基本怒んないからね、そんなに。あれ、またそんな怒られた記憶ある。うん、ない。いや、そこまで怒んないと思う、ママ。一回あったけどね、一回スタンスのことでもうママこれ以上ないぐらい怒った ね、 ね、本当にやばかった。何だったっけ、私が片付けてなかった。あ、そういうことだ。私が全然片付けてなくて、
タンスをもうめちゃめちゃぐちゃぐちゃに引き出し全部出しちゃってたから、そう猫が登って猫の重みで全部倒れてきてたじゃん。それちょっとイラついたです。それでイラついて私に当たったでしょ。当たったっていうか、それはもうひーちゃんが悪くない？これ私悪い？あれはやってくれたねそうだったっけ。宝物いやいやめっちゃ唐突やじゃあの宝物と、あと嬉しい時間。そうですね、じゃあまず嬉しい時間は基本的に一人でいることが好きなんですよ。あと家とかが、まあ、インド派なので家でいることがすごく好きでうるさい、もう喋り続けちゃいます、うん、ねえ、いっちゃいっちゃい、私が喋ろうとするとさ、ぐわーって喋り声で消してしまう。ねえ、ほんにやばい。ちょ、イカみんな聞いてみよう。いや、せえへんのかーいなんなん、おかしいわ、おかしい、ほんとに。はい、ごめんなさい、気を取り直して、一番嬉しい時間はですね、一番嬉しい時間は食べた、やばい、笑ってしまうもう喋り続ける私は。一番嬉しい時間は、そう、自分の部屋でゴロゴロしたりするときとか、あとは、まあ、寝る前の携帯いじったりするときとか、とかゲームするとき嬉しいです。あとは宝物、もちろんひなちゃんのみんなです。本当にファンのみんながいるおかげで今こうやって YouTube 撮影できてるし、ファンのみんながいるからこそ自分がね成り立ってると思うので、もうねめちゃめちゃファンの子には本当に感謝でしかないです。結論、何が言いたいかと言いますと、ひなちゃんのみんなが大好きですということです。はい、ということで結構あの雑談できたんじゃないですかね。雑談といってもあれなんですけど、質問答えるっていう感じなんですけど、皆さんたくさんの質問ありがとうございます。ということで最後まで見てくれてありがとうございます。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。暗くてごめんなさい。ぜひ